はい、こんにちは。私、ふなあやです。ちょっと空きましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は金曜日ということで、昨日の、プロデュース101ジャパン、6話についての今日は感想を述べていきたいと思います。いつも通りですね、パフォーマンスとかについてはまた個別で、考察というか、感想を言っていこうと思うんですけど、今日はちょっと全体的な、感想を、話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと最初にいつもの小話から始めるんですけど、品川駅にですね、川尻くんの広告が出たということで、非常に川尻くんのファンの皆様、ご出資された方、そして取りまとめていただいた方、本当にありがとうございます。他にもですね、佐藤隆二くんと木くんとかの、なんか駅広告のやつもちょっとちらちらってツイッターで見かけているので、なんかですね、せっかくできるのであれば、やりたいな、やってあげた方がね、なんか本人たちも嬉しいんじゃないかなと思います。なんで、無理のない程度に皆さんしっかり応援をして最後までしていきたいと思います。思いました。はい。で、早速本題なんですけれども、まずですね、いろいろ思ったんですけど、やっぱ60人になるとちょっとやっぱ寂しいですね。なんか少ないってなりましたけど、特に待機室、パフォーマンスしてる時の後ろの待機室がすごい少なってなりましたけど、もっと少なくなっちゃいますからね。なんか寂しいなって思いました。まずいろいろどこから話そうかなと思ったんですけど、運動会のとこ、運動会じゃない、リレーのとこですね。ちょっといろいろつぶやいたりもしてたんですけれども、リレーで障害物競争っていうのはですね、すごいなんか日本らしくていいなと思いまして、あとはなんかこう知恵の輪がめっちゃシュールでしたね。あそこは結構あそこ早く抜けないとダメって思ってたらですよ、意外と風船もしんどいみたいな。風船のところで安藤くんがなんか1分半で膨らまし終えてたの、マジちょっと受けましたね。さすがって思って。でもあれ相当5分間ずっとこれでしょ、相当しんどいですよ。私これバランスボールに座っていつも話してるんですけど、バランスボールもポンプ式だったんですけど、もう膨らますの本当にきつかったですよ。だからもう自転車のやつでしょ、あれ絶対きついと思って、本当に皆さんよく頑張りました、すごいです。でその中でですね、みんな自分たちがやりたい曲とかをしっかり選んでやって撮ってたみたいなんですけれども、ラブミライトで人気でしたけど、ラブミライトぶっちゃけ難しいよと思ってたので、はい。それぞれね、まんべんなく当たってよかったんじゃないかなと思いました。でまず練習風景とかもいろいろちょっといろいろ言いたいことはあるんですが、なんていうかな、まず川尻くんがですね、川西くんをこう選んだあたりの下りとか理由背景などなど含めて、やっと放送されて本当に嬉しかったです。もうこれをね、あれですよ、川川推しの皆さん見たかったんですよね。私も見たかったし、ずっと昨日もニヤニヤしてました。そこら辺だけ、全部だけど、そこが特にへーへーってなりながら見てました。はい。だから来週のパフォーマンス放送はそりゃもう楽しみですよ。どうなんでしょうね。ただなんか川尻くんがあえてまめちゃんを飛ばしたっていうのはですね、あれなんですけど、でもしょうがないですよね。なんか前回川尻くんが佐野くんを入れなかったのと一緒で、おそらく全部川尻くんがその上位メンバーを頭からきっちり取ってしまったら、それはね、ひどいですよ。なんかもうあそこに対抗するチームが出てこなくなっちゃうんで、やっぱそういったパワーバランスとか考えて人選したんだなと思うと、全然私は良かったんじゃないかなと思います。しかもなかった豆ちゃん基軸に考えてる感じがしましたね。なんか決して川西くんを人にするとかで、ね、御三家とか三強とか言われてるんで、川尻くん豆ちゃんでやるんじゃなくって、川尻くん VS 豆ちゃんっていう構図を作ったのがですね、すごい良かったなと思いました。でもみんな川尻くんとやりたそうでしたよね。はい、ということで、でもね、
まあ、よく見てらっしゃると思いましたよ。まあでも他のみんなもなんかこう、あ、こことここの絡み結構楽しそうとか、こことここの会話見てみたいとか、そんなメンバー選んでたんでですね、まあ、全然カーシー君のチームだけじゃなくって、あそこあの Y のチームですね、あのヒコと安藤君がいるところとか、あとあの秘書生君のチームとかもう結構楽しみだなと思いました。なんでまあ放送されてないんですけれども、その他の皆さんのですねグループも非常に楽しみなので、早くあの未公開映像などなど欲しいなと思っているところでございます。はい。で、パフォーマンスなんですけれども、なんかまあやったのはラブミーライトとイフと、ファイヤーかやってましたね。なんかイフは結構ほぼほぼ完全オリジナルに近い振り付けをあの北川光くんがつけてまして、ラブミーライト と、BTS のファイヤーに関しては、割と本家のダンスをこう使ったような感じの振り付けだったなっていう印象があります。まあね、いろいろラブミーライトは言われてますけど、ラブミーライトについてちょっと一つ言いたいんですけど、佐藤くんがですねマジでかっこよかった。普通にイケメすぎでしょマジで。なんか練習中のなんかメガネとスポリフードかぶってる感じとか、ね、ここまでのなんかジャージみたいなやつ着てるやつとか、なんか何ってなりました。いやいやもうそれはもうね、もうなんかどっかで佐藤圭吾は全世界の女を抱いたみたいなこと書いてありましたけど、いや本当その通りだなって思いましたマジで。でラミーライトのスーツもまあ、みんな似合ってましたけど、もう佐藤くんだけは別、もう本当にかっこよかった、もうこれは思いました。あとイフに関してはですね、北川光くんがやっぱすごい素晴らしいリーダーシップを発揮してましたね。なんかまあこれはイフの時にまたちょっと話したいんですけれども、結構なんだろう、まあ、ふわふわとした空気がどうもどうもなんかやっぱ気になってたご様子で、まあ、思ったことをズバーって言ってたのはすごい好感持てましたね。なかなかやっぱり言えないじゃないですか、こう言いづらいと言いますか、傷つけたらどうしようみたいなね、先にそういう気持ちが出てくると思うんですけども、やっぱりねスパッと言ってるのは素晴らしいなと思いました。あと BTS に関してヘイロのみんなさんがすごい前向きにやられてるのが印象的でしたね。ヨンフン君がなんだっけ、日本語も覚えれるし、漢字もラップのとこか、漢字も覚えれるし、いい番組ですねっておっしゃってて、いやもうポジティブかよってなって、もうすごい好印象ですね。あそこは本当に、あと磨田くんがですね一生懸命頑張る姿がすごくだけよく映ってましたし、まあその磨田くんで思い出したんですけど、やっぱりこう全然ポジションバトルとちょっと空気が違うなと思いましたね。なんかこうやっぱそのイフのチームそれぞれみんなライバルがいたりとか、あとその中本くんに関しても自分がやりたいパートにものすごくこだわる感じとか、宮島くんもそうだったんですけど、やっぱいかにして自分がこう目立てる場所を作れるかっていうことにですね、すごくみんな頭を使ってやってたんじゃないかなと思います。なんかポジションバトルは、まあ、当然得意なことをやるからやるっていうのもあったし、なんかそんなになんかこう自分たちがどこを歌うとかメインやるとかセンターやるとかいろいろあったんですけど、なんかそんなにこうなんていうんかな、最初のバトルだったからか知れないけど、なんかそんなにこうピーチなんか自分たちのパートにあんまりこう場所とかそういうのにこだわってなさそうな印象を私がちょっと受けただけですけど、そんな印象を受けたんですけど、なんか今回のグループバトルに関してはやっぱり人数減ったのを目の当たりにしてきてるんで、もう相当ちょっとピリついてる印象を受けましたね、うん、あといかにして自分たちが目立つのかっていうのをですねめっちゃ考えていました、考えてたなっていう印象がありましたね。いやー成長していってますね皆さん、本当に素晴らしい、この調子で、次の、来週のバトルもすごい楽しみだし、まあねちょっと脱落してからの話になりますけど、また次のコンセプト評価もまた一層楽しみだなと思いました。で、なんだっけな、そうそう、思い出した、あと、なんだっけ、そう、グループバトルになって、その、なんか、自分たちのことを、自分のことをいかにこう、ね、目立たせていきたいかというのを考えてるっていうのもあったんですけど、結構みんな、その、ポジションバトルの時に、ラッパーチームとか、まあ、それぞれ影響を受けたと思うんですけど、まあ、みんながみんなお互いにいい刺激をもらって、グループバトルに来てるなっていうイメージがありました。特にラップの子たちに対して
かなり刺激を受けてるなという印象はすごいありますね。多分ラップバトルめちゃくちゃ盛り上がってた印象があるんですよね、男の子たちのこちらの皆さんの中でですね。なんかすごくこれ私のすごい思った感想なんで、まあそう思わなかったって思う人はそう思わなかったでいいと思うんですけど、なんて言うんだろう、こうラップがめっちゃかっこよかったからラップやってみたいとか、なんかダンスだけが得意じゃダメみたいなのを、そのボーカルじゃなくてまた違うところで目立つにあってなったらやっぱラップじゃないですか。だからまあなんとかそのもう一つの自分の特技をですね、なんかまあラップを見て影響を受けてっていうのはあったけど、やっぱりこうダンスと何かってなるとやっぱりもうね、ボーカルかラップしかないから、その前回のポジションバトルのラップとかを見て、あ、俺だったらラップいけるかもしんねえって思ってね、ラップにチャレンジしてくれる子が増えてるのであれば、それはそれですごい私も見応えがあって面白いなと思いました。ヨハン君とかそれこそね、ラップ苦手だったけどバトルでラップやってすぐかっこよかったって言って評価爆上がりでしたもんね。だからそういった練習生がですね増えたらいいなと思った、6話でございました。はいはい、ということで、今日の動画は以上なんですけども、ですね、私の動画で日々に1分のことを、いつも動画にして、配信しております。ということでね、明日は土日、明日朝が土日なので、まあ明日朝でも頑張ってて、なんだっけ、ステージの方をそれぞれ見ていきたいと思います。湿気もね、上がるかな、来週の早く出してほしいんですけどね。だから前回とか前の日だったじゃないですか、だからもっと早く上げてくれよって感じです。はい、まああとカーシリク管理職についてはですね、ちょっとまあ言いたいことは山々あるんで、まあこれはまた別の動画にできたらしたいなと思ってます。はい、ということで、いつも見てくださってる方、のおかげで、登録者数200人に来ました、ありがとうございます。コメントもですね、ちょこちょこ返していますので、ぜひいいねと、チャンネル登録お願いします。ツイッターもしてますので、ぜひツイッターもですね、まあ、ぼちぼちやってますので、よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。